ローランドの、パードスピーカー MA-5P の分解をしてみます、これ後ろ面の、規格が載っております。こちらがですね、スピーカー端子を、外側に、つけてみたところですね。こちらがですね、スピーカー端子のちょうど裏側になります。こちらは前面のですね、基板ですね、ちょうどボリューム、とスイッチがついてるところで、このスイッチの部分なんですけども、接触が悪かったので接点復活剤にてですね、ちょっと修理してみました。染み込ませて入り切りを何回も、何回も繰り返す形で復旧しました。それとこれ画面変わりましてですね、ボリュームの接触色もありましたので、この部分はハンダ付けして交換しております。それと基板の中にこの IC チップですね、JRC の 4558DX というのが付いていました。これはあの背面の方なんですけどね、これはヒートシンクがついてまして、ちょうどあの足が見えてますよね。 IC チップのパワー部を担当している分だと思うんですけども、この部分がちょっとね、品番がちょっと見えなくて、よく分かりませんでした。おそらくヒートシンクがついているので、第2段階の増幅器だと考えられます。詳しい方おられましたらね、このヒートシンクについている IC チップの型番とか、あの知っておられる方あったら、ぜひ書き込んでください。こちら、背面のですね、入力端子の部分ですね、入力が2系統と電源になります。 RCA とミニプラグが、入力できる形です。横から見たところはまあこんな形ですね。こちらは先ほどのこの IC チップの謎の IC チップの背面ですね、足が何本か見えております。これ後ろ面のですね、基板の、取り付けたところの形ですね、左側にちょっと線が見えているのが、まあ、新たに付けたスピーカー線ですね。それとこの、ヒートシンクが見えているのがよくわかるかと思います。で JRC の 4558DX オペアンプはですね、ボスのエフェクターオーバードライブですね、 OD1 にも使われているものだそうです。今まあプレミアがついてすごい値段になってるんですけどね、トランジスタのアンプだとずっと思って使ってたんですけどね、デジタルアンプですね、正確にはまあ IC チップアンプでしたね。20年以上前から作られていたんですね。もう驚きですね。音はトランジスタンプによく似ていて、低域までよく伸びてる感じですね。日本製は本当つくづくいいですね。耐久性がもう抜群にいいでしょ。これ20年以上前ですからね、できたのがね、買ってずっと思ってるんですけども、最後まで視聴いただきありがとうございました。最適化された AC アダプターが付いているというのがね、本当ありがたいことですね。